はい、こんにちは、紫スポーツスタッフの鹿島です。今回はフロントチェストジップタイプのウェットスーツの説明、特徴と脱ぎ着、着脱の説明をしていきたいと思います。こちらのフロントジップタイプのモデルなんですけど、まあ近年スタンダードなモデルとなっているんですけれど、仕組みとしては前にファスナーがありまして、でこちらを開くともう一枚バリアがついていて、ここから着脱するシステムとなっています。でこちらに関しても開口は、まあ、肩先まで広がるようになっていますので、こちらもスムーズな着脱ができるのが特徴で、あとはまあ見た目のシルエットもシンプルなんで、すっきりとしたかっこいいシルエットになっているのと、あとは後ろのファスナーがない分背中が伸びますので、こちらのパドルしている時の運動性が高い、モデルとなっております。はい、今度こちらのフロントチェストジップタイプ、こちらのウェットスーツの脱ぎ方をやっていきたいと思います。まずこちらのフロントのファスナーを外していただいて、で中がこう二重の加工になってますので、このインナーも外して、この部分から着ていきます。でこの時ちょっとインナーがこれが中にこう入り込まないように外側に出してから着てもらうと着やすいと思います。で足とかこう上に上げる際も爪を立ててこう着てしまうとラバーが破れてしまったりしますので、爪はあまりこう立てずゆっくり着ていただくと上から破れとか破損がないので、ね、注意してください。ここまで上がったら片腕ずつ。はい、今度はこのフロントジップタイプを脱いでいきたいと思います。でまずファスナーをしっかり外していただいて、ラップを剥がし、もう一枚中のインナーも後ろに脱ぎます。でこの状態から、肩を両方出していただいて、ちょっとここで肘をこう抜いてもらうと、ここから楽になります。できるだけ爪を立てないようにしていただくと